入って大丈夫？大丈夫です。いやー、引っ越してきたやん。皆さんこんにちは、アリーです。引っ越してきて、引っ越しして、もう全部家にあるもの詰めてきたんで、すごいことになってます。でも大好き大好きなコスメたちなんで、ちょっと早く綺麗にしたいんですよね。まずこちらのこの箱、はい、後ろのこの箱を全部、ここはもうリップがある。はい、次ここ、それはこれブラシ類で、ここのコスメよ。であっちにもあるんですよ、これ。そう、一応引っ越しの時に一旦あっちにね、まとめたけど、まだあるねん。これは頑張らなあかんなと思って。で、見てください、これ IKEA でこの箱買ってきたんですよ。こういう深いのもあり、浅いのもあり、ちょっと結構いろいろとね、いられるようなケースになってます。なのでコスメのサイズに合わせて収納していこうかなと思うんですが、ただ収納していくだけだとごちゃごちゃになっちゃうんで、こちらダイソーで収納ケース買ってきました。めっちゃいろいろあって、このダイソーで買ってきた収納ケース、実際に使いながらどういうものなのかっていうのも説明していきます。ダンボール、そこまで結構入ってんの？結構入ってんね。やっぱこう未開封のものとかも結構あったりする。結構深めですね、この段ボール。そう、これ結構深めで、こっちも深め。この引き出しに入ってるやつは何なんですか、もともと？これもともとうちにあったやつ。この状態で引っ越してきた、まあ、そうそうそう、もう大変やん、全部出したら。これはこの状態で引っ越してきた。これはこの状態。それ以外のものをきれいにこの中に収納していこうかな。いけると思います。シンデレラフィットですよ、私の得意なシンデレラフィットです。はい、まあ今ちょっとコスメがかわいそうなんで、そう、詰めてきただけやからね、ほんまに早く綺麗に並べてあげてほしいと思います。本当に。それでは綺麗にしちゃいます、レッツラゴー。よし、やっていきましょう。まず1段目ね。はい、でこちらダイソーの仕切りケース、44って書いてる。これをね、詰めていこうかな。結構さ、ほらここもね、ぴったりなのよ。ぴったりやし、ここ仕切り変えれるんですよね、なんか好きなように。ほらこんな感じで結構いい。これは使える。リップってどうなの？あ、いける、すごい。綺麗に入るということが分かりました。めっちゃいい。なにこのゴールドのまとまり。オッケー、リップは結構いい感じ。次こちら、PS クリアケース、ここにアイシャドウ詰めていこうかなと思っています。あ、入る、入った入った。うわ、やば、めっちゃ気持ちいい。いいね。モールアイシャドウ、ニック
次は TS クリアケースの3分割されてるものですね。こちら使います。いいね、いい感じ。終わったぜ。終わりました。キムシがいる、キムシ。こんな感じでずらーっと並べました。で、もともと家にあったものなんですけど、ちょっと入れ替えてこんな感じでずらっとずらっと並んでおります。はい、まず上ですね。上はじゃーん、ここがこうなってますね。はい、でこちらがこんな感じですね。ピグメントアイシャドウとかもとにかくニックスのアイシャドウめっちゃある。あとレブロンとかもね、たくさん入ってます。で、100均のケースほんまに使える、こうやってさ、すごい。ここがフェイスパウダーですね。もうずらっと並んでます。あとハイライトも一応置いてるかな。はい、こんな感じでアイシャドウが入ってます。ここがですね、チークとリップが入ってます。ちょっとリップが入りきらなくてチークが少ないっていうのでちょっとまとめて入れました。かわいいでしょ。あのこれリップさ、なんか、うん、少ないからちょっとだけ入れといたの。そう、はい。で、ここはファンデーション。ファンデーション、そう、クッションファンデ、クリームファンデ、リキッドファンデが、これかわいい色入ってます。そうそう、ジバンシーです。ジバンシー、そう。もう一段下なんですけど、ここもファンデーションとコンシーラーが入ってます。コンシーラーって何？コンシーラー、シミとかそばかす消す。はい、で次ここはつけまつげがずらっと入ってます。ここもつけまつげ大量に入れちゃった。はい、でここはアニメのメイク、アートメイクですかね、シュート級のコンタクト、シャリンガン。はい、で次ここは特殊メイク用、これね、鬼滅の刃のコンタクトオーダーで頼んだんですけど、あ、これはこれ誰の、これ虹色の目ですね。さあ何でしょう。鬼滅の刃好きな方はぜひコメントを。虹色の瞳ですよ、人気の鬼ですね。で、ここにポリデントグリップですね、牙をつける時用のポリデントとか、あとはテーピング、それとこれが、特殊メイク用の粘土ですね。はい、これでだいぶ綺麗になったと思います。ということで、久しぶりにね、まあ、こういう感じでアパートを借りて、オフィスとして使うことになったので、だいぶ片付いたかなと思います。家と YouTube、 あの仕事全く一緒にしてたんですけど、まあ、こうやってしっかり分けることでメリハリがつくので、いいんじゃないかなと思います。で、コスメもあっちとここもあって、あと向こうにもあるんですけど、だいぶ収まったと思います。よかった、お疲れ様、綺麗になりました。じゃあまたこれからもメイク動画頑張って撮りますということで、今回はコスメたちを収納していきました。それではまた皆さんお会いしましょう。バーイ。